さあ、今回は千代場を使ってやっていきたいと思います。見てわかる通り、回線が一品なんですよ。でね、格ゲーの回線の悪さっていうのは本当に命取りで、まあ、敵も味方っていうか、敵も自分も多分、やっべ、こうね、変わり身を今使ったんですけど、いつもだったらこう変わり身で避けれてるところが避けれなくなるんですよ。このね、ボタン押してからその押した分に反応するまで1秒ぐらい、だいたい1秒ぐらい。敵のチャクラの溜まり方、あれ何？やべ、ガードしろ。あぶね。カーリミ、オーケー。もう速攻でね、カーリミ打つぐらいの気持ちじゃないと。いけ、当たれ、オーケー。なかなかいい連携だった今。当たんねえか。これね、正面追尾性能がないから。やべ、来てる。あー、何に当たった今の。あー、覚醒。何が来る。あぶねー。今ガードしてたのにあれやられんの。マジか。当たった。オーケー、まああとは押し切るだけで。いけ、ガード崩れろ。こっち来いよ。オーケー。若干今敵諦めてたな。まあね、結構遠距離になったらやりやすいのが物のいいところなんで。その代わり、やっぱガード、この本体の方を手裏剣で止められたら結構きついところがあるんでね。カーリミ、危ねえ。カーリミ、危ねえ。あれ、複数でこう扇仕掛けてくるやつって全部避けないとダメなの。オーケー、相手ないよねあれ。代わり身、そんな攻めろ。オーケー、さくら、さくらがめっちゃいい仕事。来いよ、相手さん攻めないと、攻めないと相手あれだぞ、どんどん体力削られていくだけだぞ。ワンチャンこのまま攻めきれたりする。代わり身あるよこっちには。オッケー、いいよ、このまま押し切る。相手も覚醒してくる。もうめちゃくちゃすぎて何が起こってるのか分かんねえ。オーケー、なんか最後一発も食らわなくていけたんじゃないか。すげえラウかったけどな。俺自身も何が起こってんのか分かんなかったわ。何せね、ボタンを押してからが本当に何回も言うんですけど、押してからがね遅いんですよ。だから先読みして代わり身なりなんなり打たないとあれだ、反応が遅いんでね。というわけで、ラグがある試合はこんな感じです。自分でももう何してんのか分かんなくてずっと連打してる状態ですね。というわけで、今回は千代場を使って戦ってきました。またね、何か使ってほしいキャラとかあれば。もうそろそろ大まかなやつは使ったのかな。まあネジとか
そういう意見があったんですけど。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。じゃあね。